けてに問題あるわけですか、はい、サンガの方は。じゃあ、一人しか動いてなかったらそこを狙われますから、はい、やっぱ数人こう動いてたらやっぱりこう読みにくい、今のも全部スタンディングで受けようとしてるんですよ。そうですね、はい、これじゃボール、動かないです。ちょっと今ケビンもどうしたらいいんだというふうに両手を広げながら布部監督の方に何かメッセージを送ってました。この2点目の中身のゴールのシーンをご覧いただいています。石田からオーバーラップしてのニアサイドへのパス、中身が合わせていきました。中身は今シーズン6点目を挙げています。はい、杉浦、そして出てきました、クロス上げて中佐藤、3点目、制限金沢、44分に3点目を挙げました。佐藤浩一今シーズン8点目、またクロスから今度はファーサイド、佐藤浩一が決めています。サンガを圧倒する通言、まあ、本当に攻撃の形もいいんですけども奪い方がいいんですよね、はい、18番の左サイドバック野田からのクロスでした。浅田も戻りながらのヘディング、3対0。やっぱり攻撃の選手うまく今得点入れた選手、こう裏側にこう相手の背後にこう動いてうまいことシュート出ますね、はい、鮮やかな攻撃を見せます津江源金沢、前半で3点リード。梶原さん、はい、アディショナルタイムは1分の予定です。布部監督がですね3得点目を決められた後すぐに拍手してチームを鼓舞していました。岩崎選手にゴールゴールと声をかけています。